トップウォーターであらかた楽しめたので山ミミズ、これでねちょっとミエバスがトップウォーターで探ってたら結構ふわふわいたんで片っ端から釣っていきたいと思います。でリグはもうシンプルにモーシンカー脇、糸はね 3.5 ポンドぐらいだったかな、こんな組み合わせで脇山見水無双できるかな。ただねトップウォーターにミニは来てくれていたからチャンスはあると思う。ちょっとねどうしてもプラグで反応させられなかったミエバスちゃんを山ミミズで大切に取ってきますよ。太陽がもうちょっとさしてくれればね、あのバス特有のなんていうんですかね、黒い尾っぽとかそういうので開いたって違和感でね見つけられるんですけど、なんかローライトで表層にもあんまりいないからちょっと見つけるのがめんどくさい。でもね開いた。いやあれは違うか、魚じゃないか。あ、来た。ちょっとワッキー展開山ミミズを、反応はするけどなんかすげえビビってるな。山ミミズってあのハーフソルトだから表層でワッキーで誘いつつ食わせたい時にしっかりとバスの目元まで沈められるんですよね。なんかレンジコントロールができるっていうか、これが結構操りやすくて、あれはギルちゃんか、ギルちゃんか、バスちゃんか、バスちゃんなんで食わせに、よっしゃね、今ああバレたけどギルかバスかよくわからなくて、でシルエットがバスって分かったんでそっから沈めてそこで食いましたね。表層でヒャ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 って波紋で追わせてで沈めて食わせるみたいな、そんな感じでございます。山ミミズだと食うな。ちょっと一匹ブラックバス釣りたいな。山ミミズ。よいしょ。よいしょ。ミエバ発見。よいしょ。山ミミズ展開。おお。はい、山ミミズに来てくれましたよ。ちょっとね小ぶりなサイズだけど元気なバスか。ミエバス。イエイ。ミエバスくんは
小さいサイズが食うね。大きいサイズはもう結構擦れちゃってて、じーっと見てやめるけど。あれとか、あいつどこなんだ。逃げた。おお、食った。あ、やばいやばいやばい。元気元気。騙されちゃったね。よいしょ。はい、山ミミズの波動にたまらずバイト、超元気だったね。すぐ逃がしてあげたいと思います。山ミミズフィー。はいはいはい、ありがとう。うねうねしてたら下からね湧いてきて食いましたね。このカラーが釣れてるんだけど、ちょっとミミズっぽいカラー、ミミズが流されてきましたよ系カラーに変えてみたいと思います。いやー、ちょっと朝から何回も何回もルアー通してね、全くなんだろう、釣ることができなかったんですが、ヤマミミズをふわふわさせると簡単に釣れてくれました。こんな近距離でね湧いてきて食ったけどね。ミミズが切りもみ、リモン、キリモン。わーん、バクーってね、食ってくのが見えました。あー、いい色だな。なんか馴染みつつも、馴染みつつも存在感がある。なんか赤ラメみたいなのが入ってるんですよね。これを水面直下でミドスト気味に漂わせる。だけどありがたい。はーい、山ミミズに騙されちゃいましたね。ありがたい。ちっちゃいけど元気だわ。イエイ。山ミミズやばいね。見えるマスが全部釣れちゃう。こういうちょっとブルーギルっぽいカラー、青ラメの入ったモーターオイル系のカラーね。いやー、でも小バス中心で、大きいのがね全然見えないんですけどね。
はい、ちびバス、山ミミズのね、脳進化は聞きかけに来てくれましたよ。ありがとう。じゃあお願いします。いやー、しかしこのコンプレックスってのがこのめっちゃ軽いの、こんだけふわーっと投げてふわーっと扱ってんのに全然トラブんないんですよね。これはね、もう一台欲しい。はい、チビだけどありがとう。結構ね、いい感じで反応してくれました。かわいいバス君、イエイ。めっちゃ釣れるんですか。表層で切るかなと思ったらバスですね。もう1匹いたんだけど、今日も一番地だから釣れちゃう。ギルいっぱいいるから。よし。ちょっとサイズアップ。おお、一丁目一番地いたね。あ、あ、さよなら。一丁目一番地いましたね。あー、チビだね。ありがとう、ありがとう、ありがとう。さっきさっき釣りしてる。あー、でもちょっとサイズアップ、黒々としたいい個体です。はい、山ミミズの黒に来ました。目がね、黒目がちで可愛いバスですね。ありがとう、逃がします。はい、山ミミズフィッシュね、 M2 フックが大活躍でございます。イエイ。